僕はユキスのリーダー瀬尾と申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さんお元気ですか？こんばんは、ユキスのケビンです。よろしくお願いします。本当に会えた方です。僕はユキスのギソップです。よろしくお願いします。ギソップ、ギソップ、ギソップ。はい、皆さんお久しぶりです。僕はユキスのイライと申します。よろしくお願いします。お久しぶりだな。僕はユキスのセコチュンです。よろしくお願いします。はい、はい、皆さん今日も一緒に盛り上がっていきましょう。僕はユキスのフンです。早速させてもらいましたけれども、さあそんなわけでございましたね。もうすごいステイゴールドのね、本当にコメントもう炭の皆さんが一つに、ね、なってくれたわけでございますけれども、はい、ニコ生の登場、皆さんの登場を炭の皆さんは本当に心待ちにしておりましたので、はい、もうせっかくですから何か話しかけていただいて、はい、コメントのやり取りをしたいなと思いますよ。はい、はいはい、まずはスヨンって。スヨンって。じゃあスヨンさんからいいですよ。はい、いつもハチハチハチが本当に好きなんで、皆さんハチハチハチでお願いします。はい、今度ハチハチハチ。ハチ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 。もっと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 。いや気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。この前あ僕一人であの試合することができたんですか、ね、こんなにもう多かったよ、ね、そんなことない。今日も多いですけどこの前も多かった。あ多かった多かった。大丈夫、心配性ですからね、お頭はね。さあ他にはじゃあキムさん、星野さんがいつもユキスに優しくして優しくしてくれるから星野って一回変えてもらっていいですか？皆さんの口座の、ね、番号あったら僕知ってたらね振り込んでましたよ。さあ皆さん他にもあどうです、はい、もういいねいいね出たいいね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 ですけど、なんかイライが最近ツアーでよく言ってるから、じゃあ待って、まかいいねか、どっちかどっちか、まいいね、まいいね、までいいね、まだじゃない、まだいいね、すごいね、いいですね、あ、僕もあります、ありがとう、あ、いっぱい来てますよ、来てますよ、はい、あのハートみたいです、ハートね、ハートハート、あのゆきさんどれぐらい好きかなと。本当に気になりますのでハートで表現してください。すごい、度合いをハート、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 可愛いハート、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 愛らしい。星は何ですか？星は、お、素敵、おー、綺麗、ハート、可愛い、大好きです。ありがとうございます。さあ次は、次は、次は、僕あります。ジュンさん、ジュンさん、最近僕が本当に好きなラーメンの名前です。好きなラーメン。大丈夫ですか？うん。テッ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 ね、なんでそんなに鉄の店長見てますか？鉄の店長店長、電話してください。電話してください。電話してください。しぎしぎ待ってますよ、食べたいですよ。ありがとうございます。そういうのに好きなの、鉄の、さあ、そしてじゃあ、はい、ソフさんも、さっき挨拶、うん、でちょっと見なかったんです。ステイゴールドもう一回やってみます。もう一回でもいいかも。はい、ステイゴールド帰って帰って、ステイゴールド帰って、ステイゴールド、STA
しょ。分かる、あ、分かります。S-T-A-Y-G-O-L-D。 あ、G-O-L-D。 素晴らしい。みんな英語うまい。だからおよそ、ね、メンバー全員では半年ぶりにニコ生登場ということでございますので ね、 でね、今日はステイゴールドな姿、はい、輝いてる姿をキスミの皆さんに見ていただこうということでございますので、よろしくお願いいたします。そして見ていただいているユーザーの皆様からメッセージも募集しております。メッセージのテーマは、あなたが知っているステイゴールドなユーキスエピソード。あなたが見たユーキスのメンバーが輝いていた瞬間のエピソードを教えてください。例えばどこどこのライブであの曲を歌う誰々が輝いていたとか、ニコ生に出てた時あんな企画やってあんな感じになって輝いていたとか、そういったものを送っていただければと思います。お願いいたします。ありがとうございます。メッセージはメールフォーム下の方にございますのでね、そこから送ってください。お願いします。そして今日はですね、もちろんプレミアム会員限定のおまけ放送ございますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします、はい、最後の最後まで、皆さんよろしくお願いいたします。はい、お届けしました。こちらのですね、ユーキスジャパンライブツアー2015アクションの、中野サンプラザの時の映像でございました。ハチ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 来ております。私も初めて見ました。どうですか、自分たちをご覧になって。もう本当にこの曲はみんなが楽しくなりますから。そうですね、ここからはそのステイゴールドについてお話を伺いたいなと思いますので、でもさっきやってたことは忘れてください。落ち着いて、はい、落ち着いて。ジュン大丈夫、怪我はないか。怪我はないか。怪我はないか。大丈夫です。よかった、頑張ります。なんか暖かい、なんかあったよ、なんかいろいろあったよ。そうなんね。さあ、ということでございまして、もう皆さんね聞き込んでらっしゃると思いますけれども、改めてこのステイゴールドがどのような曲になったのかを解説教えてもらってもいいですか。はい、はい、まずはステイゴールドは、はい、ステイゴールドはあのファンの皆さんと一緒に楽しめる曲なんですが、あの歌詞は You Kiss to Kiss Me はいつも輝いてるという意味を込めて僕たちが歌いますね。はい、もう皆さんこの曲大好き大好き来てますので、感想も書いてくださいね。素敵な歌詞、素敵な歌詞、ステイゴールドは楽しすぎる、おー、ありがとうございます。素敵、元気が出る、おー、大好き大好き、輝いてるよ、教えて、何を教えて、何を、あ、ダンス、あの今回の、ね、曲はライブで皆さんと一緒にあのダンスをしたかったので、うん、タオルダンスを用意して、うん、あのみんなで一緒にやりますけど、うん、ここでちょっと教えてあげよう、うん、いいですか。はい、はい、いいです。あのタオル、タオルをみんな用意してください。タオルを、ありがとうございます。みんなタオルを、おお、じゃあさすが、今慌ててみんなキスミの皆さんタオルを探しに行ってると思うんで、はい、2秒待ちます。1 2はい、はい、さあ行きましょう、ね、そんなに難しくないよ、うん、あーせーの、さようならはきっと僕たち、あれあれ違います、違う、違う、違う、何が違かった、僕ノリノリで違う、違ったのね、はい、今のは責任当てていいんですよ。好きにやればいいの、好きにやればいいの、好きにやればいいの、自分のダンスなのに忘れちゃう。あんまり難しくない、そういうふうにしても大丈夫ですけど、自分が歌うのにあんまり難しくないです。あ、すいません、負けちゃったね。これはもう、まっ、まって言われますからね。はい、そうですね。じゃあもう一回行きましょう、チャンスあげるから、チャンス。さようならはきっと僕たちが出会ったことの証しさ、ため息が出ちゃう夜は僕を思い出せ、少しだけ素敵ね、ドリーマーもありがとうございます、簡単ですね。もう覚えた、覚えた、覚えたらどうかな、覚えました、皆さんできますか、できる、できるかな、できるかな、できますよ。え、間違えたのかしら、なんか
キスミーの皆さんがスヒョンさん間違えてたって。間違えた？どうしよう、スヒョンさん気をつけてたのに、はい、すいません、早かったな、はい、早かった、早いね、はい、あ、覚えた、覚えた、あ、覚えた、覚えた、覚えた、よかった、じゃあこれはもうね、またライブで楽しみでございますのでね、国際フォーラムもありますからね、皆さん楽しみにしてください。はい、じゃあそしてですね、じゃあちょっとカップリングの曲もこの6組、これはかっこいい、かっこいいですね、ワイルドな曲でございますけれども、はい、この曲はどんな曲ですか。はい、6組という曲は、ふんさん、はい、6組という曲は本当に激しい振り付けなんですけど、キスミに今まで見せなかったんではないんですけど、うん、なんかセクシーでセクシーパワフルで、なんか歌の高さも高くて、キーも高くて、キスミと一緒に盛り上がれる曲なんです、うん、そうですか、キスらしい曲だと思います、だと思います、はい、どうですか皆さん、かっこいいよ、本当にダンスかっこいい、かっこいいね、こっちも好き、ダンスが特にかっこいいと思います、ね、来てます、コメントでダンスかっこいい、ダンスかっこいい、ダンス最後の部分ちょっと見せてもいいですか、見せてくれるんですか、はい、ケビンさん、あ、やめるやー、ケビンさんにやらすの、ケビンさん、時間ない、15分は時間ないだから、ケビンさん、大変だったよ、一番男らしいメンバーがします、男らしいやつね、はい、男らしいダンス、ダン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 バンです、あー、わーあはい、次はね、バー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 、おお、見ました、いや、やってない、そんな感じじゃない、かっこよかったよ、かっこよかった、そんなに、いや、貴重なものをありがとうございます。はい、ということでね、もう、かっこよかったよ、お前、大丈夫か。カップリングの、ね、素敵でございますからね、もう皆さんゲットされてるとは思いますけれども、実はですね、今日あのニコ生特設販売サイトがあるということですね、このね、特別販売サイトにてこれミューモのね、ですよね、違うの、これ出ないの、これはありますよね、カトコさん本当に真面目な顔で今、そうですね、それ合ってんのかみたいな感じでね言ってましたね、待ちましょうかね、合ってんのかな、これ言っていいのかな、間違いないよ、言っちゃダメなのか、いいんだよね、いいんだよね、合ってるよね、合ってます、そんなコーナーをしたからね、言いましょう、ニコ生特設販売サイトがありまして、特設販売サイトにてニューシングルステイゴールド1枚購入につき先着だから急いでくださいよ、特典非売品告知ポスター1枚プレゼント、9月11日金曜日17時から、だから始まってるってことだね、で9月17日の23時59分までなんですが、特典には数に限りがありますので、なくなり次第これ販売早期終了となることもありますので、皆さん急いでください、特設サイトは運営コメントのリンクから飛べますのでね、さっき出てましたね、よろしくお願いいたします、急いでください、はい、急いでください、そしてですね、本日のニコ生特番を記念して、実はですね、あのドアンド JP の K-POP ページ、K-POP ライブでこのステイゴールドのライブムービーが10月7日から特別配信されることになります、そしてこちらもダウンロードしていただいた方には特典がつきます、その特典は K-POP ライブ限定ユーキスアーシャ、つまり限定のアーティスト写真をプレゼントするのです、いいね、でね、その写真まだ皆さん撮ってないですよね、はい、はい、なんでそんなビビってるんですか、撮りましたよね、撮ってない、撮ってない、これは撮ってない、前撮りました、また撮ってない、これはですから、あ、まだ撮ってない、まだこれは撮ってない、撮ったの？誰も分からない。分かった、ほら分かった。誰が知ってる？誰が知ってないよね、まだね。撮ってないでしょ？まだ撮ってない。撮ってないよ。どうしたスタッフさん見たら。ね。なんで私分かんない。みんな人任せみたいになってね。人任せ。ね。よくないね。で、それを今からここで撮るのです。ああ。そう。で、しかも。
表情がいいとか、どんな風に撮ってもらいたいかは出演の皆さんに決めてもらいます。はい、アンケートを出してください。どうぞ。またアンケート。そうです。どんな写真がいい？って書いてありますね。どんな写真がいい？どんな写真がいいの？なんかうんこめの書き方。読み方の問題かなこれ。僕の読み方だね。まずが1番がステイゴールドの通常版のジャケットを再現。で2がメンバー全員が怒った顔で。で3がメンバー全員が悲しい顔で。そして4がメンバー全員が密着くっついてポーズ。くっついて。そして5番がメンバー全員でピラミッドを作って。そして6番がピラミッド。ユウキスだけにキス顔でというものでございます。はいクリック。はいクリックして。さあクリック終わりましたか？終わりましたね。それでは結果を出してください。どうぞ。メンバー全員が密着くっついてポーズ。くっついてもうギュ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 ッとギュードン。ギュードンで、あっまたそれ面白いんでもらっていいですか？ギューカツ。ギューカツ。あっさっき俺がもっと格好面白い。それらしいじゃん。もうギュータン。おお。なんで僕は他に他にはギュー牛8位。すいません。よし取ろう、はい、みんな取ろう、行きましょうか、そうです、もう時間も押してますからね、はい、ギュッと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 、あー、僕にダメです、ギュッと、はい、ギュッ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 と、もっともっとギュッとギュッとギュッとくっついて、あー、しゅんさんのマイクの問題、あのマイクね、直していただいてね、で、ギュッとギュッとギュッと、もっとギュッと、あ、ちょっと待って、去年と以来頭ちっちゃいから、ね、いやいや、ちょっと待って、びっくりしたよ、本当に、そんなことないよ、ギュッと、おー、うん、はい、くっついて、くっついて、これ得点になりますからね、皆さん、はい、あ、ギュッと、くっついて、おかしい、くっついて、くっついて、本当にギュッと、はい、ギュッと、あー、いい、くっついて、くっついて、ちょっと早く、ありがとうございます。何や今撮ったお写真がこのね10月7日から特別配信されるステイゴールドのライブムービーのダウンロードしていただいた方には漏れなくついてくるということでございますのでね。暑いです。暑いです。ちょっと寒いの感じ。暑い。これこれいる？これこれこれ。大丈夫です。大丈夫です。これこれ。わかりました。はい。ぜひ皆さんね、こちらもダウンロードよろしくお願いいたします。さん6243からいただきました。はい。ラブトゥーゴーのイライさんのラップがかっこよすぎ。ね、このパフォーマンスがステージで見れるとは大好きな曲なのですごく嬉しかったですと。だから今日は皆さんにユウキスの皆さんが輝いている瞬間を送ってくれてますのでね、平井さんのラップしてるところ、ね、ラップしてマモリーさんがいただきました。マモリーさん、はい、続きまして埼玉の、これはブラックキスさんかな。ブラックキスさん、はい、こんばんは。夜キスという意味です。そうですかね。真っ黒キス、そこ広げてたらすげえ時間かかっちゃうから行きますよ。今年のツアー、はい、仙台公演、仙台公演での挨拶の時の、うん、ジュン君の涙が本当に美しかったです。キラ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 ですって。ジュンさん目がキラキラ、ね、そうですね、泣いちゃいました仙台公演の時、うん、はい、今も泣きそう、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 頑張ります。無理やりじゃないかそれは。かわいい、天才だな。さあ次いきますよ。福岡のこちらはですね、福岡エビビビビンさん、エビビビビビンさん、エビビビビビンさん、エビビビビンさん、エビビビビンからいただきました。はい、ステージ上で、ステージの上で、はい、ケビンの、あ、僕だから、なんで自分だと思ったんですか。ごめんなさい、ごめんなさい、それごめんなさい。今回ケビンさんでした。ステージ上でケビンの汗が
ダイヤモンドのように飛び散った瞬間を見て、この人は天使だと思いました。あ、今僕の汗が天使に、ケビンさん、ケビンさん、ケビンさんの話でしたね。ありがとうございます。はい、ということでございます。汗まで、汗がもうキラキラしてて、ありがとうございます。ということでございます。さあ次、こちらはね、ミーチャさん、ミーチャさんからいただきました、はい、あ、これ名前書いてあるのこっちに、ケビン大好きミキちゃんから、ケビン大好きミキちゃん、さっきダイモンドさんですか、じゃない人、また、あ、また映ってる、映っちゃってるから、ステイゴールド発売おめでとう、ありがとうございます。この曲を聴くと元気も出るし笑顔になれます。素敵な歌です。たくさん CD も買いました。たくさん聴きます。ツアーも福岡公演行きました。ユキスの、ね、ユキスメンバーみんな歌って踊る姿がかっこよくて感動しました。キソップが腰を痛めてもずっと立って歌ってメンバーを見守る姿、規則を心配して寄り添うメンバーにさらに感動してメンバー愛を感じました。忘れられない公演でした。ユキス、いつも頑張ってくれてありがとう。これからもユキスとキスミーは永遠ですよね。ユキスバリスイートよ、愛しとるよ、バリスイートありがとうございます、熱いメッセージをいただきました。ありがとうございます、はい、まだまだメールねどんどん来てますので紹介しましょう。いっぱい、こちらがですねトミーさんかな、うん、トミーさんからいただきました。日本語超上手でかっこいいけど、けど韓国語の曲も超かっこいい、歌もダンスもハートハートハート、韓国語曲聴きたいハート、韓国の曲も韓国語の歌ってる曲も素敵、ラブ、愛してるというね、ことでございます。はい、ということでございまして、メールの方ね、まあ、たくさん届いてるんですけど、これ残りはプレミアムのコーナーの方で少しご紹介させてね、いただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ああ、ということでもう結構いい時間になってまいりまして、エンディングに突入な感じ、まだ大丈夫、もうちょっと大丈夫、あ、もうちょっと大丈夫なんで、あ、よかった、よかった、いいね、いいね、よかったです。ちょっと聞きたいって。韓国の曲ライブで聴きたい。あ、ノリト、ノリト、はい、あ、うんさん、ノリト、聞かせてください。すごくしまにこみれたんばんふっちゃばじゅんさらんばいんでピュー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 발톱이나한테이기나요도대체도중에아이거는違う자자자자자하훈산かっこいい、かっこいい、ということでございますね。もう本当に今日コメントすごい、いつもね、いつも以上にたくさん、はい、していただきまして、皆さんありがとうございます。はい、じゃあもうここでね、ちょっとエンディングということでございますけれども、はい、今日は皆さんね、どうでしたか、ニコ生をご覧の皆さん、今日はどうでしたか、どうでしたか、もう前半だいぶわちゃわちゃしてましたけどね、今日はどうでしたかね、ハチハチハチ、かっこいい、最高、最高、最高、読んであげて、やだやだ、よかった、楽しかった、シオンかっこいい、シオンだけを大好き、シオン好き、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 何もないから全部ケビンだから面白い、ね、みんな
来てますよ。スイホンさん大好きも来てますからね。ありがとうございます。あ、よかった。じゃあね、皆さん本当に、コメントでもね盛り上げていただいてありがとうございました。さあ、ここで改めてお知らせをさせていただきますけれども、はい、まずね、11枚目のシングル「ステイゴールド」は絶賛発売中でございますのでね、皆さんよろしくお願いします。で、先ほど言った通りね、ニコ生特設販売サイトもございますので、そちらからもよろしくお願いいたします。そちらで購入しますと、先着で特典の、非売品告知ポスターが1枚プレゼントになりますのでね、今運営コメントにリンク出てますので、そちらからよろしくお願いいたします。そして、9月、あ、そしてそう、先ほどね、あのコーナーでもお写真撮りましたけど、ドワンゴ JP の K-POP ページ K-POP ライブでは、来月7日10月7日からこのステイゴールドのライブムービーを特別配信しますので、こちらダウンロードしていただくと、先ほど撮影した密着したギュッとね密着したお写真が皆さん届きますので、楽しみにしてください。そして、明日だね、9月12日明日の12時から、ラクーアで無料ライブがあります、はい、フリーライブがありますので、ぜひ皆さんこちら足を運んでいただいて、そしてライブツアー、いよいよですね、ユークスジャパンライブツアー2015アクションのファイナルが9月18日東京国際フォーラムで開催でございますので、はい、こちらもぜひ遊びに来てください。そして、ケビンさんのね、あ、ケビンフィーチャリングジュン Don't Break Us Down の配信が決定しましたね、これね。これは着歌のは好評配信中で、着歌フルシングルは9月16日からということでね、これはどんな、はい、曲になってるんですか。はい、僕と潤の曲、うん、Don't Break Us Down という曲は、うん、16日配信されますけど、うん、本当にポップ R&B 的な曲で、本当に素敵な曲だと思いますが、はい、皆さんの応援が必要です。たくさん応援してください。はい、お願いいたします。そしてね、プーさんのソロ曲、はい、これもいろんなところで素敵素敵って私聞いてますけれども、こちらね、ハートストリングス言えない言葉、こちらの配信もね決定しております。はい、着歌フルシングル5曲配信中でございますね。こちらはどんな曲ですか、ふんさん。あ、なんか愛してる方がいるのに、うん、まだ僕が足りなくて、僕の力が足りなくて、今は愛してるって言えない、後で強くなって君を取り戻しに来る、うん、そういう意味を込めて歌ってます。その解説聞いただけで素敵な、素敵な曲、はい、皆さんぜひこちらも要チェック。あ、もうダウンロードしたよって方たくさんいらっしゃいますけれども、ぜひ聞き込んでいただければと思います。はい、ということでございまして、お時間がいい感じになってまいりましたので、じゃあお一人ずつ、はい、キスミーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。はい、はい、じゃあ誰からいきますか。イライさんから。イライさんから。はい、久しぶりにニコニコライブを番組をして本当に嬉しかったです。あ、皆さん本当に会いたかったです。ユキスの11枚目のシングル、うん、ステイゴールドをたくさん応援してください。じゃあ皆さん、うん、明日かわいい、ラクワ、ラクワ、ラクワで会いましょう。ありがとうございます。潤さん、はい、皆さん、まず僕たちユキスがオリコンチャート2位、デイリー、デイリー2位来ましたね。泣きました皆さん。これはキスミの皆さんのおかげですよね。いつも僕たちユキスを応援してくれて本当にありがとうございます。大好きです。頑張ります。ありがとうございます。本当に長い、はい、続いてフンさん。はい、まず星野さん、そしてニコニコ生のスタッフの皆さん、とてもありがとうございます。こちらこそでございます。ユキスをいつも気にしてくれて、ユキスはこの場所に来るたび毎回なんか家みたいになんか楽な感じで楽しむことができるんだと思います。これそしてキスミの皆さんにありがとうございます。まだユキスの活動いっぱい残ってるから、これからも死ぬまでよろしくお願いします。死ぬまで、規則だよ。はい、規則だよ。急に
に軽い感じになったな。あ、まずおスタッフニコニコスタッフの皆さん、毎日僕たちを呼んでくれて本当にありがとうございます。また呼ばれるまで頑張りますので、皆さん応援が必要です。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、テリンだよ。その流れテリンですよ。はい、皆さん今日本当に本当に楽しかったですね。いろんなゲームしたり、ステイゴールドなんか本当に楽しかったですね。ゲームが何言ってるかわからないですけど、プレミアム番組でまた会いましょう、うん、はい、皆さん大好きです。あ、ありがとうございます。はい、それではリーダーのスヨンさん。はい、僕はスヨンだ。スヨンだかばみたいな。はい、今日も、まあ、相変わらず本当に楽しかったですね。やっぱり星野さんも、はい、たくさんのここにいる皆さん大切な人だから本当に今日、まあ、楽しかったです。まあ、これからユキスとたくさん活動いっぱいあるので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。僕はスヨンだ。ありがとうございます。スヨンだ。知ってる知ってる知ってる。さあ、このあとね、プレミアム会員のね、おまけコーナーねございますけれども、はい、そしてはいはいはい、おここで、いや、そうコメントでもありましたけど、素敵な情報入ってきました。今日のミュージックステーションの、ね、日本の音楽番組の大人気のミュージックステーションのランキング3位でした。おステーションの、やばい、ね、ステーション、もうキスミーの皆さんと一緒にこのお祝いできて、ありがとうございます。ありがとうございました。ね、嬉しいお知らせがありましたけれども、さあこの後はプレミアム会員のね、コーナーでまた、ステイでゴールドを目指せゲームプレミアム編、メンバーにはお尻で対決してもらいますをやるそうです。面白そう、はい、ということで、一部のユーザーの皆さんとはここでお別れです。予約者の皆さんでした。ありがとうございました。ユーキスでした。ありがとうございます。お帰り、お帰り来ておりますね。はい、じゃあここではまずメールをね、ご紹介させていただきます。はい、こちらがですね、東京都のコルディアさんかな。コルディアさん、コルディアさん、コルディアちゃん、これ僕の、これ英語で書いてあるか分かんないですけど、僕の発音読み方が間違ってたらこの人すごいもう怒るよね。合ってるかな、ごめんなさいね、はい、コルディアさんだと。コルディアちゃん、これこれコルディアさんでいいんじゃないこれ、ね、コルディアちゃん、コルディアちゃん、コルディアちゃん、Yes, we call it, Yes, コルディアちゃん、 Yes, come on. はい、東京都、 Everybody get my shingle. 絶好調だね。東京都のコルディアさんからいただきました。はい、オリコンチャート2位おめでとうございます。ありがとうございます。今までも恋愛の内容ではなく応援ソングや友情を歌った曲が何曲かありましたが、ステイゴールドの歌詞は本当に素敵だと思います。私には離れたところに住んでいる友達がいて、いつもバイバイをするときに悲しくなりますと頂いております。この歌詞とね、自分を照らし合わせて、感動しているということでございます。ありがとうございます。続いて鹿児島の葵さん、
はい、葵さんからのメッセージいただきました。ユーキスの皆さん、はい、星野さんこんばんは。こんばんは。私事ですが今陣痛中です。陣痛中は赤ちゃんが生まれそう。まだ生まれてないんだけどね。もうすぐ生まれる状態で、すごい痛くて怖いですが、ユーキスの歌を聞いて気を紛らわしています。こんな時に生放送あってよかった。ステイゴールド聞いて乗り越えます。わー、またユーキスのライブに早く行きたいです。私に力を貸してください。はい、はい、あ、そして最後 PS、 スヒョンさん大好きです。おあのこのボケも書いてある、この人僕がちょっとびっくりしました。スヒョンさんの子供で大丈夫です。あのね、スヒョンさん大好きですの後に、あの今陣痛の子はスヒョンさんの子です、嘘ですって書いてある。あ、嘘嘘ですって書いてある。ちゃんともうね、ボケるのも分かってたんだね。一緒に言うか。そんなドッキリしないで。何もないのに、だから今陣痛中でこれを見てくれていますので、葵さんにエールの、はい、応援のお言葉を、はい、いいですか、どなたか。はい、葵、はい、さん、多分本当に元気な子供が出ると思います。ユキスが本当に応援してるから、うん、頑張って我慢してバーンしてください。バーン、もう今のね、もう怖くないですね、もう前向きに。怖くないバーンしてバーンバーンとね、もう暗算でね、生まれていますようにということでございます。いいですね、キスミの皆さんも頑張ってくださいねって応援してくれてますのでね、ありがとうございます。もう全て今日のニコ生のやることは終了ということになってしまいましたので、もうですか。そうなんです。でもね、明日は楽はありますし、ね、国際ゴーラフのライブもありますからね、はい、皆さんそちらに会いに来て、はい、もうニコ生監督さん、いいじゃあ、あと2分もらいましたよ。もういらないです、大丈夫です。さあね、もうね、これまだまだね、会える人たくさんありますので、そちらでね、皆さんまた絆をね、深めていただきたいと思いますので、本当楽しかったです。最後にシオンさん、はい、メッセージを改めていただいてお別れとなります。残念いけたら、うんさんが、あー、残念はい、まず今日本当に楽しかったですね。そうでしょ、イキスの皆さん。そうです。はい、楽しかった、はい、面白かった、はい、ケビンも本当に面白かったし、まあ、ジュンのめっちゃ若いから強いっていうことですね。はい、僕ももっと頑張って、はい、次のニコニコで1位になりたいと思います。はい、そしてたくさん日本でも、まあ、どこでもいっぱい活動あるので、さっき言った通り、皆さんたくさん応援よろしくお願いします。そして星野さんも、はい、シゴ生のタブさんも本当にありがとうございました。はい、大好きです、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ゆうきの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。そしてカメラさんは次に送ってください。上にありがとうございました。皆さんいいぞ、ゆうきです。